こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が、皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていた。が、その男は結局怪物に殺されてしまった。 怪物は所詮怪物ということだ。<笑>お兄様を撃つのですか。世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。 いち、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻。どこまでも仇も久しまず。信秀の目論みは外れた。天下の運命は信長の手中にとどまったままだった。だが久秀は諦めてはいなかった。彼は信長の義弟浅井長政に目をつける。越前朝倉家討伐に向かった信長の背後で長政を願い出せ、織田軍を挟み撃ちにしたのである。 今度こそ信長も終わり、北総務久秀に信長は己を逃がす扇動役を命じる。信長の覇気に飲まれ、久秀はその命に服す。どうせ信長は脱出できない。久秀はそう確信していた。
敵の方が一枚上手か。 という強さよ。
西方これにあり。 長政を焚き付けたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を討つ。我が輩は今幸運にも信長が京へ引くための先導役を務めてあれ。この道にももうじき信長が通る。 そこであらかじめ用意した穴がこれである。おお、信長がすっぽり入るいい穴ですね。そこにこの火薬をぶち込みます。 信長様、あと少しで京です。我が輩はここで追って止めますゆえ先に。先で先に行け。世は鵜に先導役を命じたはず。あ、ですが、その何と申しますか。もう今日は近いゆえ先導の必要もないかと。先に行け。世の命が聞けぬ。 あ、そんな、あ、ダメ。
久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。